オタクやわ。うん、師匠がいない。弱ったな、私一人ではどうしようもないし。師匠、どこで何してるやら。マリサ、来ておったのか。あ、師匠、どうしたんです。だいぶお疲れのようですが。うむ、わしは時々、ワゴンセールの DVD など漁るのが趣味でな、最近もある DVD を手に入れて鑑賞していたのだが、それが思いのほか手強く HP を削られたのだ。ふん、それはただごとじゃないですね。その DVD とは何のタイトルですか。川崎みのるの、地球防衛少女イコちゃんだー。は、何ですか、それは。マリサよ、お主、川崎みのるというオタク監督を知らんのか。はぁ、初耳です。仕方のないやつだな。川崎みのるとは、日本が誇る。いや、誇らんでもいいが、ある意味有名なオタク監督なのだ。ははぁ、師匠がそうおっしゃるくらいだから、相当なくせ者監督なんでしょうね。うむ、オタク界隈では有名でな、映画評論家の町山智博さんが功労しておる。どこに出しても恥ずかしい、監督、と。あははは、どういう評されようなんです。わしは日本のエドウッドと思っておるがな、それくらい、映画には情熱を燃やしておる。それで、さっき師匠が見たという、タイトルは。地球防衛少女イコちゃんだ。わしも恥ずかしいので、何度も言わすな。それはどんな作品なんですか。第1作は1987年にリリースされた、オリジナルビデオだ。1990年までに2作、制作されておるな。もう30年以上、昔のビデオってわけですか。そうだな。内容はその頃人気があったアイドルを起用したいわゆるアイドルものだが、スタッフや脇の出演者が、無駄に豪華で話題になったのだ。へぇ、どんな人が参加しているんです。聞いて驚くな。怪獣のデザインに、ウルトラマンやウルトラセブンでおなじみの成田トールが参加しておる。それはすごい。出演者ではあの中山昌司に、田中信夫。それは驚きです。中山昌司って言えば、ウルトラセブンの桐山隊長です。よそれに田中信夫って、有名な声優じゃないですか。今のは1作目だ。2作目になると、監修で実相寺昭雄が加わっておるのだ。あの実相寺監督ですか。怪奇大作戦や、シルバー仮面で有名な監督さんですよね。3作目では、京本政樹が特別出演する。ここでは紹介しないが、他にも特撮やアニメに興味ある人なら、見逃せない名前が続々と登場するのだ。はぁ、さすがオタク監督ですね。で、肝心な内容の方はどうなってるんです。どんなストーリーの OVA なんですか。うむ、主人公の可愛い子という中学3年生の女の子が、ある日宇宙人から、自分が正しいと思えば願いが叶う、スーパーインカムを手に入れる。なんですか、その唐突な出だしは。願いが叶うインカム。設定がそうなっているから仕方がない。可愛い子は、そのインカムの力で、地球を守る LTD という組織に入隊して、悪の組織との戦いに参加するのだ。なるほど、確かにそのストーリーは、オタク監督でなければ作れませんね。それに主人公の名前が可愛い子。そうだ。続けて読めば、可愛い子、となるな。あははは、そりゃそうだ。さらに2作目からは主人公が代替わりして、素が可愛い子となる。つまり、すげえ可愛い子、だな。もう、頭の中がクラクラしてきました。だからわしが、このビデオを鑑賞した後、どっと疲れてしまったのがわかるだろう。いやー、実に体力を奪われる体験だったぞ。この川崎みのるという人、監督作品はこれだけですか。まさか一発屋じゃないんでしょ。当たり前だ。川崎監督は息の長いオタク監督で、オリジナルビデオのほか、地上波や劇場公開映画も、多数監督しておるぞ。作品数が多すぎるので、ここでは紹介しきれん。概要欄に川崎監督のホームページのリンクを貼っておくので、興味があれば覗いてみてくれ。そのホームページを覗いてみたんですが、気になるタイトルがありました。日本以外全部沈没って、何ですか。ああ、それは筒井康隆が小松左京の日本沈没をパロディーにした短編を、原作にした映画だな。それとズラデカってのがありました。なんとこれ、続編も作られているようですね。元冬樹が主演のやつだな。ウルトラセブンのアイスラッガーのように、カツラを飛ばして犯人をやっつける設定だ。それは、なんというかいかにもオタクっぽい発想ですね。自他ともに認めるバカ映画監督の巨匠だな。今後も、オタク心を震わせるバカ映画を撮り続けてほしい。なんだか、師匠が鑑賞した。なんてタイトルでしたっけ。だから地球防衛少女イコちゃんだ。何度同じことを言わすのだ。そうでした。そのイコちゃんのビデオ、私も見たくなりました。そうか、見たくなったか。よし、隣の部屋にセットしてあるので見るがよい。ただし最初に言っておくぞ。見始めたら、絶対最後まで鑑賞すること。途中退場は許さん。わかってますって。私もオタクの端くれ、どんな内容だとしても、最後まで見切ります。それじゃちょっとお邪魔して、ビデオ鑑賞と。師匠、鑑賞させていただきました。どうしたマリサ、だいぶ疲れた様子だが。いやー、あんな内容だとは思わなかったです。何度師匠の言いつけを破って、逃げ出そうかと。ふむ、最後まで鑑賞したのだな。で、どうだった？感想はあるか？それが、その、感想を言うのは難しいです。ストーリーははちゃはちゃ、主役の演技は素人レベル。けど特撮はすげー頑張って、脇役が無駄に豪華。師匠、こういうのどう評価していいんでしょう？わしにもわからん。ただ、監督の特撮番組に対する熱意というか、愛情は確かに伝わってくるな。それはそうなんですが、ただ心配なことがあります。心配？何がだ？
こんなオタク監督の特集をして、登録者が呆れて減ってしまわないか、ということです。それは、大丈夫だ。我がチャンネルの登録者は、全員選ばれしオタクの精鋭だ。こんなことで離れる登録者ではないぞ。そうですよねー。みんな、わかってくれますって。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにオプ主の番僕と作者ページも覗いてみてくれ。それからTwitterのフォローも頼むぞ。サブチャンネルの番僕とのゆっくり動画もチェックよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。